4月12日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93AM1242 日報放送をラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、立川志らくです。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日報放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は太平洋横断にチャレンジ中の辛坊さんの帰りを待ちながら、期間未定で日替わり助っ人パーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。毎週月曜日の助っ人パーソナリティは立川志らくさんです。よろしくお願いいたします。オープニングに辛坊さんが、出港する時の音声ちょっとお送りしたんですけど、ね、いやいや風がこうビュー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 吹いていてね、でみんなこう笑って聞いてはいるけれども、これ本当にあの命がけですからね。そうなんですね、うん、だってたった一人でね、それほど大きなヨットじゃないでしょ、それに乗っかって太平洋のど真ん中やがて一人ぼっちになって、それで天候なんか悪かったら本当にこれ心配ですよね。そうなんですよ。でね、正確には金曜日の午前9時17分に大阪府岬町の丹ノ輪ヨットハーバーというところ出発したんですが、なんかね、風がね、予報や天気図以上にかなり吹いてるそうなんですよ。で、結構な、様子を聞いてみますと、苦労されていると、この番組の鍋谷ディレクターと昨日の夕方5時に定時連絡を、辛坊さんと取ったらしいんですが、その時にこの2日で想定しうるトラブルはほぼ全て起こった、その対処をしていたので大変だったっていう辛坊さんの言葉をねもらったそうなんですけど、まあでもね、スタートからそんなスムーズにいくよりも、いろいろあった方がとりあえずはいいんじゃないですか。まずね、それでこう体験をしておいてっていうのはね、今大体どの辺にいるんですかね。今ね、紀伊半島沖の南西の海上をですね、東へ北へ南へというか、ちょっとねぐるぐるして思うように進めていないという、本当は港の周りうろうろしてるんじゃないのまだ。本当はこうなんていうんですか、沖の方にどんどん出ていく、多分当初は予定だったと思うんですけれども、だんだんあの陸地の方に今戻ってきている状態で、そこから多分ね軌道修正というか立て直そうとしているところだ。本当はぐーっと沖の方に行くはずが、風でどん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 押されて陸の方へ行って、それじゃあオールかなんかでこうぐーっと押してこういくとか、そういうことじゃないですか。オールとかそういうあれじゃないじゃないと思いますけど、なんかねこう思うような進路は取れてないという感じなんですよね。波もねずっと5メートルぐらいあって、進行方向から食らい続けていてどうにもならないという感じだから、進みたい方向に進めてないっていう感じがあるみたいですね、今のとこね。でもやがて、風が良くなればスーッとこう行くんでしょう。全然ヨットのこととか分からないし、辛坊さんがなぜそこまでしてね、そんな危ないことをするんだかも全く、共感は得られないと私の中で。同じくです同じくです。なんでこんなことしてるんだろう。いや、要は冒険っていうわけでしょ、冒険家ってことでしょ。だって65歳でよくもまあね、だってこの番組なんて去年でしょ。そうです。去年この番組私、辛坊さんが受けたって話聞いて、で、辛坊さんが、嬉しそうに方々で喋ってるのを見てたから、その頃はだからまだ、この時期に海に行こうと思ってないんでしょ。あ、でもね、うっすらとね、どうやら計画していたようなんですよ。このレギュラー決まったのに？そう。毎日やるのに、それ世間では無責任ってことだ。そうなんですよ。だからね、この番組に関しては必ず戻ってきて責任を取りますよとはおっしゃってるんですけどね。なるほどね。まあでも、私は船っていうのは、どんな船に乗っても酔っちゃうんですよ。私も。もう全くダメ。で、辛坊さんも船酔いをする体質なんですって。いや、やめていいじゃん。船酔いする人がなんでヨットなんか乗っていくの。そうなんですよね。そう、私だって屋形船乗っても全然楽しくない、すぐ気持ち悪くなっちゃうし、かみさんと若い頃、じゃあデートでってクルーズ船って、あれなら大丈夫だろうと思って、東京湾をぐるっと回るみたいな、あれでもうね、ずっと戻してたんですよ。ちょっとかっこ悪い状態になっちゃいましたね。もう落語も船の上でやったことがあるんだけども、もう途中でやめました、気持ち悪くて。落語語ってられないんだもん。そのぐらい船が私は苦手なのに。
まあ、中にはね、でも船酔いするのに、ということはずっと船酔いしながらどん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 太平洋を行くってことですなんかね、でもだんだん体が慣れてくるんですって、その揺れに。あ、いや、わかんないですけどね。もう、まあでも無事に辛坊さんに戻ってきてほしいとは思いますけどね。そうですよね、うん、あのこの辛坊さんのヨットカオリン5って、奥さんからね名前を取ってカオリン5という船なんですが、うん、このヨットの位置情報でどんなルートで太平洋を横断しているのかといったことが、はい、あのインターネットでもチェックできる。誰でもできるんですか。そうなんですよ。で、知りたい方はあのズームそこまで言うからね、ツイッターをご覧になっていただくと、あの詳しく書いてありますので、ほうほう、確認していただきたいんですが、ついさっきもね、うん、見てみたんですけど、はい、ま、あのわずかにちょっと太平洋に出ていきたいのかなみたいな軌道が見て取れましたけど、あの港からずっと最初は結構あのね、沖の方に向かってるんで、はいはい、ぐーっと戻ってますね、これ思いっきり。そうなんですよ、そうなんですよ。だからこのまま戻ると、どうなっちゃう、うん、今、ずっとこれ、浜松の方に行っちゃうんですよ。そうなんです。浜松の方行ってずっと行って、あの、最後は東京湾に着いちゃった。着いちゃったりしてね。そうなんですよ、ちょっとそのあたり心配。で、しかもお天気がですね、明日明後日が結構荒れ模様なんですよね。じゃあ一体いつ頃、来週の私のこの時間の時あたりはもうある程度行ってますかね、日本からこう少し離れてればね。そうですね、1週間ね経てばね、だいぶあの楽になっているかと思うんですけれどもね、はい、まあ、その都度この番組5時の、はい、あの辛坊さんの生存確認のね、はい、電話のコーナーでも衛星電話つながるかどうかということも含めお知らせしていきたいと思っておりますのでね。わかりました。はい、まあでも、私は週末は鹿児島に行ったり、独演会で行ったら、あと高田文夫先生と野添沈平先生とちょっとお会いして、はい、あの簡単なお食事と、もちろんあの距離取って、ね、やりましたけど、また高田先生がその時私がちょっとシャレで言ったことを、はい、今日のビバリーなんかでも言うもんだからすぐネットニュースになって、何言ったかっていうと、あのグッドラックの後番組のラビット、はいはい、私の楽屋で、あのテレビがあるじゃないですか、TBS だったら大体 TBS の番組流してるんですよ、はい、それがね、あのテレ朝のモーニングショー流してたからそれちょこっとあまりにも面白いから、それを言ったら高田先生が TBS の、局員全員テレ朝を見てるとかものすげえ話広める話持っちゃってるじゃないですか。そうだから私もう、明日 TBS 行きづらくてしょうがない。そうですよね。で、私が、ね、いる楽屋っていうのは、まあ、大部屋みたいなんです。そこにコメンテーターだとか、皆さんいらっしゃるんですね、はい、で、ちょうどスタジオが昼帯とグッドラックと同じだから、グッドラックじゃなくて ラビットと、はい、ラビットが終わると昼帯にこう変わると。でラビットの出演者がね、廊下をね、こう通って、みんな私の楽屋の前をね、通るんで、はい、で、ドア閉めときゃいいんだけど、今はね、あの、換気しなくちゃいけない。ドア開けとか、みんなこうね、微妙な空気になるんですよ。気まずい。あの、麒麟の川島さんなんかは、はい、スーッと取るのが、ちょっと、あの、お疲れって、ちょっとだけお疲れって声が聞こえてきたり、はい、ギャル曽根さんなんかあまり、動じないから、あっしゃお疲れ様って入ってきたり、あとスタッフはもうみんなね、見てはいけないものを見るような感じで、私をチラチラ見ながら。だからこの人たちが通るときだけは、とにかく TBS をかけててくれと。そうじゃないと、こいつ、なんだよ、番組終わっちゃったらなんだか知らないけど、テレ朝とか見てるぞ、みたいな。非常にね、気使ってもしょうがないんですよ。だけど、今、落語会なんかも、鹿児島でやってきましたけど。どうですか？いや、あの、半分ぐらいにはしてるんですよ。あ、うん。だけど、ね、高齢者の方々、みんな、あの、強い。うん、だからご家族に多分止められると思うんですよ、うんうん、こんな時期だからね、落語会なんか行かない方がいいよ、お父さんとかおばあちゃんとかおじいちゃんとかね、はい、何も命がけで白子の落語なんか聞きに行くことはねえだろうってそんなに言われてるんだろうけども、皆さんね、いつもともう同じ感じで来るんですよ、ただもうマスクしてて笑ってるから笑いが半減してしまうっていうのが、ちょっとやりづらい。でも最近はだいぶ慣れてはきましたけども、うんうん、それでこのコロナが収まるのが、専門家によってはだいたいあと3年中には4年、はい、とか言ってるじゃないですか。だからそれを言うとね、落語ファンの おじいちゃんおばあちゃんがね、じゃあ3年4年経ったらもう生きてないかもしれない、死んじゃってるかもしれないっていう、したらある落語ファンが、はい、いやいやいや、もう一度あの日常を、当たり前の日常を取り戻すまで俺は生きるんだと、うんうん、あの日常を取り戻してこの目で見て、はい、それから死ぬんだと、だからことによるとコロナっていうのは、
俺たちの寿命を伸ばしてくれてんじゃないかって、そういう考え方プラス前向きのおじいちゃんがいてね、はいはい、やっぱり落語聞いてるとね、大抵はもっと大敗的になるんだけどね、落語聞いてるとみんな嫌になっちゃう、人間なんてこんなもんだよっていう、どん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 堕落していくんだけども、ああでもこういう時に笑いってのは結構強いんだなと、だからその本当は80過ぎのおじいちゃんが、あ、じゃああと4年だったら4年頑張って、うん、でもう一度普通に、居酒屋で酒飲んで、うん、電車の中でクシャーンって思いっきりくしゃみしてね、そういう日常を取り戻してそれから、死んでいくんだっていうね、でも、あ、物は考えようだなって、だから、うん、そういうお客にね、教わりましたね。はい。うん。だから3年、4年、いや、そんなかかるのかって、もうしょうがない、もうこうなったらば。ね。まあ、とりあえず、マスクして。まあ、できる限りのね、感染対策はして。そうです。じゃあ、後で舛添さんが来るんでね、はい、この国のやり方が正しいのかどうか。ちょっとじっくりは、舛添さん。舛添さんとはね、番組を、立ち上げた、直後ぐらいから結構ね、私の番組には来てくれたんですよ。グッドラック。そう。ね。そうそう。はい、で、私ね、昼帯に出てる時、ね、舛添さんの、都知事の問題あったじゃないですか。あと、ボロクソ叩いたの。そうなんですか。初めて会う時は非常に決まりが悪い。むしろ覚えたらどうしようと思って、話してるとね、ものすごくね、頭が良くてね、はいはい、それで、チャーミングでね、はい、人たらしのところがあって、それからもう舛添さんがね、週に1回とか2回来るの、私としてはものすごい楽しみ。あ、今日舛添さんと話できるんだ。ただしネット上は大騒ぎになるんです。舛添さんが何か言うたんびに。まあちょっとね、攻撃されちゃったりね、する時期もありました。今日もじっくりとね、舛添さんとお話したいと思ってます。楽しみにしております。はい、さあ、4時台ですね、舛添さんの登場ね。はい、では今日も株と為替からお伝えしていきます。今日の東京株式市場、日経平均株価反落しました。先週金曜日に比べまして、229円33銭安い29,538円73銭でした。前週末のアメリカ株高を好感し買いが先行しましたが、大手企業の決算発表本格化を前に様子見となる投資家が多く、薄商いの中で次第に利益確定売りが優勢となりました。また為替相場、現在1ドル109円50銭付近で取引されています。こちらは先週の木曜日から15銭ほど円高になっています。さあ、ズームそこまで言うか、この後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュで、4時台には元厚生労働大臣で前東京都知事の舛添要一さんをお招きいたしまして、新型コロナワクチンの自治体の対応などについても伺います。で、5時台には巨人、そして志らくさんも大好きな中日の OB で、はいはい、バント世界記録保持者の河合雅弘さんに、明日から、巨人対中日戦3連戦ありますけれども、見どころを伺います。はい、さらに5時のオープニングは生存確認テレフォン5時の辛坊です。先週の、ね、金曜日 大海原に旅立った辛坊さんですけれども、今日は電話に出てくれるんでしょうか。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは zoom@1242.com。 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか、毎週月曜日は助っ人パーソナリティ立川志らくさんとお送りしています。そしてこのコーナーはニュースデスクの森田さんにも入ってもらいます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、では先週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。新型コロナの高齢者向けワクチン接種が今日から東京の世田谷区や八王子市などで始まりました。接種の対象となる65歳以上の高齢者は全国でおよそ3600万人です。今日から東京、京都、沖縄の3都府県にまん延防止等重点措置が適用されます。東京は23区と八王子や町田などの6つの市で、京都は京都市、沖縄は那覇市など9つの市です。期間は京都と沖縄は5月5日まで、東京は5月11日までです。子どもに関する政策を一元的に担う子ども庁の創設に向けて、自民党は明日にも二階幹事長をトップとする新たな機関を設け、具体的な議論を始めます。
熊本と大分の両県で合わせて276人の犠牲者が出た熊本地震から間もなく5年です。5年前の4月14日と16日、震度7の激震に見舞われた熊本県益城町では、昨日犠牲者を追悼する式典が開かれました。チケット販売大手のピアは、全国にある店舗の運営を6月末で全て終了すると発表しました。インターネットによるチケット販売が主流となったことに加えて、新型コロナの影響で店舗での販売額が大きく低下していました。昨日行われた競馬の G1 レース桜花賞は、2番人気のソダシが勝利しました。史上初白毛の馬によるクラシック制覇です。男子ゴルフのメジャー大会マスターズトーナメント最終日、松山英樹選手は通算10アンダーで悲願のメジャー初制覇を果たしました。さあ、白久さん、気になったものは？そうですね、私ゴルフはねあんまり詳しくないので、松山選手のこの、まあ、偉業っていうのは、まあ、すごいことだっていうのは、分かります。もうみんなに説明されました、はい、どれだけすごいのかっていうことは、私はゴルフっていうのは1回だけコース出たことあるんですよ、はい、立川談春さんと一緒に、であのいろんなあのなんですかクラブいっぱいあるじゃないですか、はいはい、で途中でね、いやここは3番アイアンだとかね、うん、5番アイアン、ここは、ウッドだって、ウッドでやったって全部ゴロになっちゃうから、じゃあアイアンでやるしかない、3番だ5番だ7番だってやって、はいはい、途中で気がついたのが、どれで打っても全部同じ距離っていう、だからもう途中で5番アイアン1本でね、まるでプロゴルファー猿のごとく1本だけでずっとやりました。気持ちがすごくわかります。その1回だけですゴルフやったの。そうですか。あとはゲームでみんなのゴルフってのはやったことあるんです。だからちょっとね、よくゴルフについてはあの語れないので、はい、まあでも競馬はあの語れます。競馬ね、そうですよね。ソダシっていうね、まあ競馬もオグリキャップの頃から私はずっと見てるので、最近だと。最近というわけじゃないけど、あのディープインパクトなんていうのは、はい、結構ブームになりましたよね、うん、で去年は結構あのすごかったんですよ、あのコントレイルとか、うん、デアリングタクトとか知ってますか？あの聞いたことあります、うん、だけどまだそこまで世間を動かすほどのブームにはなってないですね、うんうん、コントレイルっていうのが、あのクラシックの無敗の三冠馬、皐月賞とダービーと菊花賞、はい、それデアリングタクトっていうのが無敗の牝馬の、三冠馬っていう、で今年このソダシっていうのが、あの何があのアイドルホースかっていうと色が真っ白なんですよ。綺麗ですよね。もうあの誘導する馬みたいな感じで、白い馬ってね強くないです本当。生まれた時からほぼ真っ白なこの白毛というのは非常に珍しいらしいですね。そうですね。あの徐々に白くなる足毛という馬はいるようですけど、オグリキャップなんかもそうですよね。なんか今 JRA の登録馬およそ8500頭のうち白毛はわずか7頭だということなんですね。その7頭のうちの1頭のそのソダシが珍しいというだけじゃなくて、まだ一度も負けてない。で、2歳の時の、阪神ジュベナイルフィリーズっていうので、G1 を取って、今回桜花賞って、これはクラシックですけども、はい、これで、優勝したっていうね、うん、で、お母さんがね、ブチコっていうんですよ。ブチコブチコですか。ブチコ。で、白い馬に、あの、ブチブチブチって黒いのがついてるの。ああ、だからブチコ。そうそう、ブチコっていうね。で、可愛らしくて、それほど強い馬じゃなかった。うん、あの、重賞とかには、あの、出走することができなかったけど、でもお母さんはお母さんで、名前も可愛らしいし、見た目も可愛いから、うん、ブチコといって人気があって、その娘だと。で、お父さんの方は、まあ、競馬の、種馬のこと、お父さんってやつは、黒船というすごい強い馬なんですよ。黒船とブチコの間に生まれたのがこのソダシっていうね、なんか純朴とか輝きっていうサンスクリット語らしいですね。そうですね、言葉があるんですよね。で私はもうデビューした頃からずっと買ってたんですよ。だけどね、私が買うとね、なんか来ないっていうね、その桜花賞とか大きいレースは、だからとにかく私今回ね、このソダシの単勝は買わなかった。じゃあ本当に買わないといいって感じですか。そう、だからカミさんにも俺が買うと来なくなっちゃうからせっかくアイドルホースが誕生するというのに俺が買うことによって来なくなったって、これは世間様に競馬ファンに申し訳ないからといって私は買わないと宣言して、うん、新聞のあの予想でも買わずに、それを書かずに、ライバルのねルーメールが乗っていた、馬の方を単勝買って、はい、
だけどこっそりと、三連単っていうのを、3と1着2着3着、はいはい、ボックスで買いました。買ってたんですね。だからわずか6通りです。それが万馬券。大儲けでございますね。奥さんに言ったんですか。ちゃんと言いました。俺が言わなかったら買ったろ。それはこっそりとこれは買ってたと。だからソダシが買ったというのは私が買わなかったからというのがあるのでございますね。次はなんかオークス、ね、オークス楽しみですね。5月オークスも単勝は買わずにこっそりと、こっそりと買おうと思ってますけど。あとはこれ何なんですか。二階さんをトップにする子ども庁っていうのが、はいはいはい、これがね、なんかよく分かんないんですよね。これ菅さんがかなり肝入りで急に浮上してきた構想ですよね。総裁直属の協議機関を明日自民党に作って、二階さんが本部長、下村政調会長が本部長代行ということなんですよね。だって私ね、そんなことよりも貧困家庭っていうのが世の中たくさんいて、そこの方に予算をつぎ込むとかね。で、この子ども庁ですか、ここになんか二階さんがこう出てくるっていうのがね、はい、二階さんは力があるんだろうけども、やっぱりここは、二階さん確かに近頃もう年取ってだんだん赤ちゃんみたいな感じになってきてます。だから赤ちゃんだから何を言ったっても腹も立たないみたいな感じになってるんだけども、やっぱりそこは実際今現在子育てをしているようなね、まあそれは男性女性どちらでもいいんだけども、そういった方がもっと前に出てきてやるっていうのはまだしも、それからやっぱり新型コロナの、ワクチンなんか菅さんが子供にはエビデンスがないんだと、だからやらないって言ってるんだけど、諸外国ヨーロッパなんかやってるでしょ、うん、そうですね、対面授業するために、はい、1週間2週間に何回かって、うん、無料のキット検査をこうやって配ってね、はい、それをやってるのに、ましてや変異株の場合は、子供にだってあるって可能性が出てるのに、だからそっちの方が大事だと思うんだけど、なぜなんかそれは携帯電話を安くしますっていうのはね、うん、菅さんおやりになったけど、うん、なんかちょっとね、これ今一つまだ始まってないか分かんないんだけど、ただこの子供に対する政策というのは文部科学省とか厚生労働省とか内閣府、うん、それから法務省、警察庁とかなり、うん、所管が多岐にわたってしまっているので、はい、この縦割り行政を打破しようというのがやっぱり菅さんの狙いですし、まあそうですね、おそらく今年、まあ、選挙もありますんで、そこでは目玉公約に、ね、していきたいという思惑もあるようなんですけど、ね、まあ、実際うまくいきゃね、評価されるんだろうけど、今のところまだ分かんないですね。さあ、以上、ズームフラッシュでした。4月12日月曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから立川志らくと日本放送増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか、辛坊さんが太平洋横断にチャレンジしている間、期間未定で毎週月曜日立川志らくさんとお送りしています、はい、で5時台にはね、辛坊さんの衛星電話に生電話をかける企画、生存確認テレフォン5時の辛坊です、毎日お送りしていきますのでね、こちらもお楽しみになさってください。でメールをいただいています、はい、横浜市の、佐藤美さん、ラジオネーム佐藤美さん、ラビットの視聴率が 1% 台とか言われています。志らく首相に聞くのも変かもしれませんが、どう思いますか。どう思いますか。なんかみんな興味津々ですね、うん、こういう話題。今日 のゴルフの、松山さんの、はい、インタビューとか、それからいろんなショットをずっとラビットで流したら、はいはい、記録的な数字になったんでしょうね。全くでもね、そういうことなしですもんね。そういうことなしっても決めたんだから、もういいじゃないですか。もうね、 1% だろうが何パーセントだろうが、はい、もう潔く頑張ってずっとやってくださいということです。それから、千葉県木更津市のわがままボディさん、ツイッターの写真で志らくさんがヒステリックグラマーの服を着ていて、志らくさんかっこいいと思いました。志らくさんはどんなジャンルの服が好きなんですか。いや、毎日だって毎週拝見しますけど、かっこいいですよね。かわいいですね。今日もなんか刺繍がすごくかわいい。いやいや、ヒステリックグラマーのね、ブランドを着せられてるっていうか、亀さんが買ってくるからそれで着てるだけで、付き合い始めの頃18歳年下だったんで、はいはいはい、もう服は何だってよかったの、はい、したらかみさんが友達にお前援助交際やってんなとか言われて、すごい私は老けて見えたと。ただでさえ18歳離れてるとこれ、はい、年齢よりか老けて見えたんで、もっといいブランドを着てって言って、はい、それでヒステリックグラマーっていう、それをだからもう十何年ずっとそれだけですね。うん、だからヒステリックグラマーが何であるのか未だによく分かってる。だから、ね、ヒステリックグラマーの帽子かぶって、ヒステリックグラマーのジャンパー着て、 T シャツ着て、シスのズボン履いて、シスの靴履いて、うん、それで新宿のルミネの、ね、シスの店買いに行くと、はい、店員と間違えられる。
なるほど、はい、でも奥様素晴らしいですよね。なんかちゃんとやっぱり似合う若々しい、似合ってるかどうかは分かんないですけどね、お洋服選ぶスタイリストの感じでね。まあまあそうですね、みんな買ってきてくれるんで。今日もねピンクの割とあの派手めなピンクですよね、ショッキングピンク系の T シャツなんか、ね、そう60近くなってねピンクのシャツ着てるって林家ペイさんじゃないんだからねなかなかいないと思いますいやいや、かっこよく着こなしてらっしゃると思います、はい、そんな様子もねなんかツイッターで見てね、はい、あのちょっとチェックしてもらいたいと思います。さあではここで番組からのお知らせがございます。来週4月19日からのズームそこまで言うかは、コロナにワクチン、米中、そして辛坊治郎の行方までどこまで進むかと題してスペシャル企画をお送りいたします。来週19日月曜日、立川志らくさんの日はですね、4時台のゲストが元厚労省の医系技官の木村盛代さん、はい、あの前にご出演いただきましてね、はい、白熱した議論になりました。で20日火曜日は助っ人パーソナリティが増田岡田の増田秀彦さん登場です。このズームには初登場ということになりますからね、どんな風になるんでしょうか。で21日水曜日は助っ人パーソナリティが日本放送の吉田久典アナウンサー、スペシャルゲストとして元大阪市長の橋本徹さんがなんと番組のオープニングからエンディングまでフル参戦します。働き者ですね。働き者ですねグッドラックずっと出てたのに終わった途端にフジテレビに出てるんだろうねそうですよね1週間ぐらい間置きゃいいと思う確かにそうですね、まあ、いろいろ橋本さんねお出になってますけれどもね、はい、この生存確認テレフォン5時の辛坊ですで、まあ、辛坊さんと橋本徹さんのこの衛星電話を使った激論が実現するかもしれませんのでこちらも楽しみになさってください、はい、で22日木曜日助っ人パーソナリティは日本放送の飯田浩司アナウンサー、4時台のゲストは国際政治学者の三浦瑠麗さんお招きいたします。当然毎日この5時の辛坊ですで辛坊さんの生存を確認していきながらお送りしていきます。で辛坊さんのヨットがねどこまで進むかというのもご期待ください、うん。さあこの後は元厚生労働大臣で前東京都知事の舛添要一さんの登場です。日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。高齢者への新型コロナのワクチン接種スタート。新型コロナの高齢者へのワクチン接種が全国の一部の自治体で今日から始まりました。東京都の世田谷区は高齢者施設から始める一方、八王子市では予約の先着順で接種を行うなど自治体ごとに対応が異なっています。さあではこの時間のコメンテーターです。元厚生労働大臣前東京都知事の舛添要一さんです。よろしくお願いします。はい、こんにちは。よろしくどうぞ。いやもう舛添さんとは本当お久しぶりで、はい、グッドラック最初の頃はもうしょっちゅう、はい、週に多い時3回ぐらい、出てもらったんですけど、途中から全く出なくなっちゃいましたまあよっぽど評判悪かったんでしょうね私のもうね、私舛添さんが気の毒で気の毒でしょうがないのは、はい、舛添さんってものすごくねためになることとかいいこととかね、おっしゃるんですよ番組の中で、はい、であなるほどなこういう捉え方があるんだ、で大臣だった時にはあこういう功績があったんだ、はい、そこはそこでちゃんと認めないといけないんだけども、例の都知事のしくじりがあったから後でネットとか見ると、はい、一番言っちゃいけない言葉、舛添さんに対してお前が言うなって、これなんですこれどうですか舛添さん、そう言われちゃうと。まあしょうがないでしょうねいやいいこと言ってるんだからね、それはそれでまた置いといて、だって過去の大臣時代のね功績だってそれをなくしちゃダメでしょ、それはそれで認めなくちゃいけないのに、みんなそれ言うんですよね。まあだんだん分かってくると思います、今の状況を見るとねあの私はだから厳しい批判をしてきたんで、今の政府に対しても、東京都に対しても成功してればこんなに増えてないはずですよ。それはやっぱりちゃんと人の言うことを聞かないからそういうことになると。だから自分で言ってるんですよ。舛添さん本当にね、実際お会いすると魅力的な人でね、だからあと面白いおじさんでもあるんですよ。なんかその都知事のことやなんかを突っ込んだりすると、普通の人だったらね、いやあれはあれだって怒ると思ったら厳しく、ね、厳しく、ちょっとね、不徳の糸すかぎですとかね、ペコッと頭下げて、なんでそれ言わされたか分からないですね、お客さんに。今日は私ね、肥料日で教わってきました。なんかあったらね、はい、若者に対して、なんか言ってたな、スノーマンの、
向井くんが何かと落ちない時には、はい、もみあげ手裏剣をやる。なんかそれが今流行ってる。松井さんもなんか言ったら、不徳の致す限りじゃなくて、カメラ目線かなんかで、あの、もみあげ手裏剣って一発で言ったらば、若者かもしれない。このおじさん面白いなっていうふうになるかもしれない。ちょっとそれ期待しています、今後テレビ見て。さあ、で、今日ね、高齢者を対象にした新型コロナのワクチン接種始まりましたけれども、はい、日本放送の記者が取材をしておりますので、つないでみたいと思います。取材中の日本放送の藤原貴根記者にレポートしていただきます。藤原記者。はい。今私は世田谷区の特別養護老人ホームエリザベート成城の前におります。はい。ああ、東京都では八王子市と世田谷区で最も早くワクチン接種がスタートしましたが、午前中はワクチン接種の会場となった八王子市役所、そして午後からはここエリザベート成城の取材を行っております。大体1日何人ぐらい接種予定なんですか？はい、あの、八王子市はですね、東京都内で高齢者の人口が最も多いので、先着順で予約を受け付けて1900人に対して今日からワクチン接種が行われているんですね。はは。で、今日初日の今日はですね、250人の高齢者に対して接種が行われる予定でして、こちら八王子市役所の1階のロビーでは午前9時過ぎから接種の受付がスタートしましたね。何かこう、あの、スムーズにいかないとか、ちょっとパニックになってるとか、なんかそういった状況ではないですか、今は？そうですね、あの、取材をする限りですね、接種する方々が密集しないように30分刻みにあらかじめ指定された時間帯に高齢者の方たちが会場に訪れておりましたので、そういう混雑するとか何かトラブルになったっていうのは今のところ聞いておりませんね。何か問題点みたいなのは浮上してきてますか？はい、あの、八王子市の場合だと、やはりこの、予約をする際にですね、電話やインターネットで予約をする必要がありましてね、で、これになかなか高齢者の方が対応するのが難しく、今日、実際に、接種ができた方々も自分でやるより、やはり家族とか、会社の職員の、人たちの協力を得てやっと接種ができたというふうになってましたので、やはり今後こういう予約をする手続きなどについてはちょっと問題点があるんじゃないかなというふうに思いますね。そうですね、やっぱりお一人でお住まいの方とか ね、 そうですね、ご夫婦だけでいたらなかなかできないですもんね。そうですね、まあ、この辺の対応はやはり国や、あの、自治体でなんとかしてほしいという声が聞こえました。はい、藤原さんが見ていて他に何か気づいたことっていうのありますか？そうですね、あの、やはり、自治体によって、あの、八王子市だと、優先接種で高齢者の方、はい、あと世田谷区だと、あの、高齢者施設を優先してこう接種を行うというふうに、自治体によって対応がこうまちまちなので、ちょっと、あの、分からないところがあるというふうな声も聞こえておりましたのでね、その辺もやはり、あの、なんとか、あの、統一するなどしてもらった方が、今後、安心して、まあ、あの、接種を受けられるんじゃないかなというふうに思いましたね。はい、増添さん、よろしいですか？ご質問ありますか？はい、はい、大丈夫です。はい、はい、では、あの、この後も取材続けてください。はい、はい、日本放送藤原記者でした。増添さん、あの、今のこのワクチン接種なんですけども、なんかすごく遅いというかね、はい、こんなんで大丈夫？例えばイスラエルなんかはかなりスムーズにいってるじゃないですか。そうです。うん、それに比べたら、あの、抽選というか早物勝ちっていうのはまるでオリンピックの、ね、チケットを取ってるみたいな感じでね、はい、なんかで、うわ、当たったみたいな、いや、当たったじゃなくて、はいはい、普通にみんなが、はい、これなんかだからやっぱり供給が、あの、遅れてるのが一番の問題なんですね。だからそれはあるんだけど、私は八王子のやり方反対ですね。つまりね、不公平感を増しますよ、娘に取ってもらったとかそういう人ばかりでしょ。それで、その、よく比べてほしいのは、10万円の支給の時、一斉にみんなに来ましたね、はい、でお金いっぱいあるから、はい、それができたんですね。だからじっと待って来るの待ってる、だから今回は早物勝ちで2時間ぐらいでも1時間半で終わっちゃってるんで、はい、こういうやり方しちゃ良くないんで、まだ世田谷の方がいいと思います。これはこういう時のためにお上がいるんで、お上はもう決めると、こういう順番で。なんかこれ自治体に本当に任せちゃってますよね。だからこれは八王子のやり方は良くないです。つまり潤沢にないから、根源は潤沢にないからなんですけども、これはね、やっぱりね、
手の打ち方が遅かったんだと思います。うん、で、イスラエルは情報機関のモサドまで使って、全部抑えて、つまりね、私がまさに厚労大臣の時に、同じことが起こってるんですよ。つまり、国産は1800万人分しかないから、1億2000万いるわけでしょ。だから足りないって言って、だから私は大臣として外から買ってくるって言ったら、買うなって言うんですよ。誰が？厚労省の医系の技官とか薬系の技官が、外国産危ないからダメだって。で、そうじゃないだろうと、お前ら天下り先の日本の製薬会社のことを考えてんだろうと。まあそういうこといろいろあって、しかも危ないってのは嘘だったんです。アジバントっていう、免疫効果高める物質入れるんだけども、それは、要するに効果上がるんで、だからこっちが医者じゃないと思って騙すんですね。ああ、なるほど、ね。だから、そういうことがずっと続いてきて、この10年間放置されてきてるから、おそらくね、メッセンジャー RNA って新しい技法が開発されたのは分かってなかったと思うんですよ。で、これはイスラエルは相当早く察知したから、パッと金を倍出して買うと。で、自分のたちの副反応とかいう、リアルタイムでそのデータを上げるからっていうんで、ファイザーと手を組んだわけですよ。そういうことをね、やらないといけないんだけど、G7 の中で一番遅れてますよ。うん、確かに遅れてますもんね。だって、お年寄りを一律にではなく、例えば、感染するその可能性が高い仕事をしている人とか、基礎疾患がある人とか、それをちゃんとデータ化しておいて、この方から優先的にとか、やればいいのに、結局早い者勝ちって、これ、それは良くないですね。それで、しかも、お医者さんだってまだ3分の1ぐらいしかやってません。だから、予防接種する方のお医者さんがワクチン打ってなくて、どうして、その医者から感染したらどうするんですかっていうようなことも考えないといけないんで、あまりにずさんですね。で、2009年の新型インフルの時は1800万人分しかなかったから、もう、有無を言わさず私が買い付けてですね、それで6750万人分ぐらいやって収まったんですよ。でね、スイスのノバルティスというところからもイギリスからも買ったんだけど、直接私スイスに電話して何とかしてくれっていうのを知ってる人がいたから、だから政治家もそういう手段をいくらでも使えばいいんだけど、なんかのんびりしすぎてるね。じゃあ今の厚生労働大臣はやっぱりそこら辺、ダメだってことですよね。もうそれは結果から言ってそうでしょ、だってよその国で調達できてなんで日本がダメなんだって。もっと言うとですね、イギリスもアメリカも国産なんですよ、でファイザーっていうのはイギリスの会社とファイザーとビオンテックってドイツの会社一緒にやってるんですね。で、モデルナもジョンソン&ジョンソンもこれはアメリカで、アストラゼネカはイギリスでしょ。だから自分の国で持ってるとね、やっぱ自国優先なんですよ。だから自分の国で作らないといけないんだけどね、これもね、本人じゃないと分かんないから言うけども、私が厚労大臣の時にですね、日本で郵政ら、卵に植え付けて作ってたの、半年かかってたんですよ、作るのに。ところがよその国は細胞培養やってたんですよ、2ヶ月でできたんです、その時からそんだけ遅れてて、もうね、今の遅れはね、10年経っても取り返せないんじゃないですか、ここまで遅れば。つまりみんながスマホ使ってる時に、これどうすればいいですか。批判は簡単なんだけども、予算つけるんです。予算つけるのと、もっと優秀な研究者を追い込む、で、これは、要するに遺伝子工学とか第一線級の人に頼まないとダメなんです。もう率直に言いますね。感染症の人たちは一般的に能力が足りない。日本の。つまり、医学部の学生たちずっと教えてたけれども、要するに人気が学部じゃないんですよ。感染症っての悪いけど落ちこぼれの人たちが行くところなんですよ。そうするとね、聞いたことありますね。そうするとね、で、こういう時は脚光を浴びてるけど、普通はあんまりこう脚光を浴びないですね。そうすると、一線級の遺伝子工学わかんないと、今のメッセンジャー RNA を使った、ワクチンはできないんです。そうすると、そういう人たちが自由に参画できないといけないから、感染研が独占してる体制を壊さないと。だって、そりゃそうでしょ。自分たちより優秀なやつがどんどん自分の研究所来られたら、嫌だから、そこで、垣根を作っちゃう、でもそういろんな問題があるんで、研究費が足りない、研究者が足りない、感染研の既得権益の上にあぐらをかいてる、こういうことをやらせないと。 PCR 検査だってあれだけグッドラックでも言ったけども、やれって言ってまだやってないじゃないですか。そうですよね。だからこういうのをね、さ、役人とか研究者はやらないから、それは
大臣とか総理大臣がやらせないとダメなんですよ。菅さん視察するのもいいけど、こっちの方を先にやってほしいね。なんか子ども庁どうのこうの言ってる場合じゃないですよね、本当はね。今、人の命がかかってるんでね。だって感染対策、感染症の部門っていうのは、これ感染症の先生がおっしゃってたけども、医学書があると、ヨーロッパだともう半分ぐらいがもう感染症。だからエースだと。そうなんです。だから日本の場合は、本当に何分の1かでちょっとしかついてないから、ここに興味を持つ人が少ない。だから日本の場合は、遅れて、今までは SARS、MERS も入ってこなかったから、多分大丈夫だろうと思って油断したところへ、結局、ね、中国の春節からこう始まり、ダイヤモンドプリンセス号から始まり、どうにもなんない状況になったってことですよね。そうです。それとね、やっぱりいろんな規制が強すぎてね、アメリカとか1日に何百万人打ってますよ。それはもうね、スーパーマーケットの一角借りたりとか、どこでもやるわけですよ。ところが日本はドライブスルーでやることすら許さないでしょ。だからそこまで厳しく、それとね、もともとは、日本でもう一遍検査、治験をしないと許さないんですよ、はい。それはね、アメリカ人の体と日本人の体違うんで、違いますもんね。違うんで、日本人はもう一遍やらないといけないっていうようなことで止めちゃってるけども、そうするとめちゃくちゃ時間かかります。それで患者の数が少ないから、治験の数が足りないんです。だからもうこういうことをやってる限りは、おそらく8月になって、私、世田谷区なんですけど、もちろん何も言ってきません。8月になって2回目終われるかどうかって感じですね。もう我々の世代になって50代、40代になるともう来年の3月ぐらいになっちゃうじゃないですか。まあ、来年まで待った方がいいかもしれない。本当そんな感じですよね。で、供給がものすごく遅れてるんです。アストラゼネカがね、血栓の問題がありますね。これ因果関係分かりましたから。で、若い人に打たないというようなことをやってる。で、それでどこも争奪戦をやってますんで、なかなか手に入らない。だからね、今本当にね、救おうと思うと、これ感染症のプロと話したんだけれども、中国製でいいから入れた方がいい。いいですか、中国製で。うん。ロシア製よりいいそうです。で、これは、要するに、打たないよりはるかにいい。それぐらいに逼迫してる。極端に言うと。ジョンソン&ジョンソン、なんで早く入れないんですか、あれ一発で済むんですよ。だからね、9割なんて、もうこの確率っていうのはすごいんで、効果があるって。大体、新型インフルなんてやるときに、50% は OK だったら OK だって言ってたぐらいなんでね。だからまあそういうようなことをもっと自由に議論しないといけないし、動かさないといけないと思いますね。ワクチンの他に、まん延防止、これは私はよくわかんないのが、緊急事態宣言とこのまん延防止ってどっちが厳しいのっていう。いや、だからね、意味ないんですよ、ね。制度ばっかり作っても意味ないんで、制度なんてなくても やることやればいいんで、今、要するに、休業させるか時短だけかって、そんな差だけれども、もう役人が頭の中で考えて、感染増えて減る段階で下がりまんぼうって言って、今度は増え始めたら上がりまんぼうなんてこと言って、言葉の遊びをやってるだけなんで、要するに増えたら抑える、で収束したら緩ませるっていうのは当たり前で、でね、今だって夜中人が出るからありんだって言うんだったら、ヨーロッパ何やってるかって夜間外出禁止令ですよ、ピシッとそれで抑える。だからそういうのがあればいいんで、中途半端で2つも3つも屋上を吹かすようにやったって、いや今実際まん延防止特別措置の方が重くなってる。そうすると次緊急事態宣言出したって聞かなくなるでしょ。意味ないですよ、ね、え意味ないです。だってみんなもう分かんなくなってます。だって いつこのいわゆるもうマンボウって言い方良くないって言ってましたけど、このマンボウの方が言いやすいから言うけども、いつ出てきたんですかこのマンボウ、こいつは。そうなんです、ね、ある日突然なんかみんなマンボウって言い始めて、なんだこれっていうね。だからこんな2つあるとこどこもないですね。えみんな緊急事態宣言だけで、はい、ビシッと止めるという。だって緊急事態宣言とまん延防止のこれとはいろいろ細かいところは違う。もちろん、ピンポイントの地域であったりとかね、そのお金の補助であったりいろいろ違うんだけども、いや緊急事態宣言を出してその中にこれを入れればいいだけのことでしょ。だってだからもうそんなの作る暇があったらやることやんなさいということなんで、要するに簡単に言ってビシッと止めて、その代わり保証金をちゃんと払うと、そして立て直したらまたやってもらうってやった方がダラ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 中途半端にして、もうこれ1月2月3月4月4ヶ月続いてますよ。4ヶ月緊急事態宣言って、緊急ってのは1月以内にやるから緊急なんで、4ヶ月入院通院してて日常でしょ。そう日常です。
まあおかしいなと思いますけどね。あのアクリル板とか、二酸化炭素モニターだとかいろんなこと言ってるけども、いまだにいろんなお店行くとできてないとこいっぱいあるでしょ。できてないし闇でやってるところある、でね、やっぱり海外の映像見りゃ分かりますけど、おまわりさんが取り締まってるでしょ、あれが権力の行使なんですよ、おまわりさん取り締まってないもの。だから全く今感染前と同じ、1年以上前と同じようにみんな外に出歩いてる。まあマスクはしてるけどね、それで路飲みとか言ってね、路上で飲んだり公園で飲んでる若者がいる、それをマスコミが能天気にこうインタビューしてる人、バカっぽい顔して、なんて大丈夫ですよなんて言ってる、こんなの警察がこう回るか何かして何やってんだ、お帰りなさいってやったって、それが権力がね、それは戦争中みたいにね、特攻警察が来てこんな風になるのは怖いんだけども、今それやったからって非難する人そんないないでしょ。だって戦争ですから。そうです、有事って言ってる。戦中ですよ。だからちょっとこれなんとかしないといけないなっていう、それでね、もう一つ悪いのはですね、その1年以上経って新型コロナウイルスの症例がどうだって分かってきたから、若い人は重症化しないって分かってきたんで、のんびりしちゃったんですよ、だからね、これはね、下手するとね、やっぱウイルスってのはしぶといなこいつらと思うのは、あの変異してるでしょ、でこれは若い人にも重い変異株が出てくると思う、そしたらやっと分かる、若者たちがね、最初はみんな怖くてね、最初のあの緊急事態の時になんて高速道路走ったら誰もいないんだもん。新宿もね、渋谷も一人誰もいなかったですよね。だからあれぐらいになってる時はピシッと抑えられたわけです、でももうみんな油断して、若者はもう特に俺らかかっても大丈夫だって言うけど、そうじゃないんだって、後遺症が出てきてる。とりあえずマスクしてりゃ OK みたいな、もちろんマスクしてりゃ大丈夫な部分はあるけど、あのデパートなんか行くとね、人がとにかくデパ地下がいっぱいいるじゃないですか、でそれだけでも怖いのに、マスクした店員が大きい声で、これはこっちです、あれこっちです、ものすごい、私耳元でマスクして怒鳴るんだよ、それ飛沫かかるだろうっていうね、みんなちょっとラーメン屋さん入ってもね、マスクしてるから、いいと思って、みんな変なのワンタンメンチャーブラーなんていう感じ。でも今日が4月12日でしょ、今日からまん延防止をやるんですね。で同じ4月12日イギリスではパブが解禁ですから、もう全くワクチンしっかり打ったかどうかでここまで違ってくる。向こうは4ヶ月打ち続けてこうなったん、うちは今からでしょ、4ヶ月で、だから8月だって。だからそういう状況でオリンピックどうするんですかっていうことで、私はね、まあ、やるにしてもね、まあ、まず無観客は絶対必要だろうし、いや世界から半分も来ないんじゃないか、あの選手はそれでもやるっていう。舛添さんがもし今都知事だったとしたらば、オリンピックはどうします？オリンピックより前に感染止めることやりますよ。でもし今の状況だったらオリンピックゴーサイン出しますか？もちろん要するに出そうが出す前が決めるのは IOC なんです、でも やるやりたくないとか意思はあの伝えることはできるじゃないですか。それはあのオリンピック優先じゃないですね、やっぱり人の命の方が優先だということですね、じゃ あの IOC に対して、日本東京は今オリンピックをやってる場合じゃないって舛添さんだったらおっしゃる。こういう状況ですよ、説明はするでしょうね、しかしでも IOC はこうこうこうでやんなさいということにはなるんだろうけど、でも最終的に IOC どう決めるか分かんないんですよ、もう毎回冷や水浴びせかけられて一生懸命こっち準備したらやめたとか、でいや最後は俺たちが決めるんだな、君には権限ないよ都知事さんって、こういうのが彼らなんです、だからしたたかですね、あの舛添さんは小池さんのことかなり無策だって、あの方々でカンニングの竹山さんと一緒になっておっしゃってますけど、どこら辺が、いや小池さんってあの一時、あの排除発言で評価下がった、それがこのコロナでガーッとこう出てきて、比較的次の総理大臣は小池さんなんじゃないかとかね、株が上がってる部分があるんだけども、舛添さんはどこら辺がダメだっていうこと？医療体制の整備ができてなかった。1年以上かかっあるんですよ。しっかりやっとけば、医療体制整備できて、この前ほら、警察の宿舎が40何億円も無駄だったって言って、やったでしょ、あんなのだっていくらでもある。選手村だってあるじゃないですか。だから、とにかく、医療とかいうものでおそらく興味ないんでしょうね。東京の医療圏がどうなってるっておそらく知らないんじゃないかな。小池さんが。だからそういうことを準備して、それから民間の病院に、その軽症者治った人、どんどん移していかないと重症者のベッドが足りないじゃないですか。じゃあ舛添さんが都知事だったらば医療体制を何とかしてたと。いやそれはもうだから1年以上
あるわけですよ。まあそういうこともありますね。はい。さあ今日舛添要一さんにお越しいただきましたけれども、舛添さん来週の19日月曜日8時からの柿花ただし、はい、あなたとハッピーにもご出演されるということですので、はい、よろしくお願いします。また勝手なことを言わせていただきます。あのラジオリスナーの皆さん、お前が言うなってだけは言わないようにそれはなしでおっしゃって結構ですよ。私は言いますから。舛添要一さんでした。どうもありがとうございました。はい、失礼いたしました。4月12日月曜日、時刻は午後5時を回りました。立川志らくです。日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか。辛坊さんが太平洋横断にチャレンジしている間、期間未定で毎週月曜日は助っ人パーソナリティの立川志らくさんとお送りしています。はい、さあここで生存確認テレフォン5時の辛坊ですのお時間やってまいりました。はいはいはい、ね、もう今週からはいよいよ海の、ね、もうそう海出てるからちょっとドキドキしますね。ドキドキしますよね。繋がんなかった時のその、あの怖さっていうのがありますからね。心配しちゃいますよね。まあ日本放送から持たされました衛星電話に電話をしちゃうという企画です。さあ金曜日に出航しましたが今どのあたりなんでしょうか。今ねダイヤルしてます。はいはい、辛坊さんね、現在情報によりますと紀伊半島の東側、三重県尾鷲市の沖合およそ30キロ付近にいて、紀伊半島沿いを北東に向かって進んでいるということなんですね。うん、で、まあお天気は晴れ時々曇り。で、風がね、18ノットから25ノットって、これどのくらいかと言いますと、うん、陸上で言うと少し太い街路樹の枝が大きく揺れるぐらい。結構揺れてるんだ。結構ね。はい。うん、強い風吹いてますが、あんまり強い風が吹いてるとデッキに出られないので、ああ衛星の電波キャッチできない。もしもし、お、あ、繋がった。辛坊さん。もしもし。辛坊さん。あ、どうも、辛坊です。はいはい、生きてますよ。生きてます。辛坊さん、今どんな状況ですか。今どんな状況かというとですね、大変な状況でですね、下でゴミ捨ててた時に、これが鳴ったんで、慌てて歩いてきて、階段足踏み外して死ぬかと思いましたよ。ちょっと大丈夫ですか？とにかくね、大変なんですよ。一番大変なのを象徴するので言うと、貝殻大根じゃねえや。なんかラディッシュみたいなやつ育てようと思って小さな植木鉢持ってきたじゃないですか。あんなものね、最初の波で一発でぶっ飛びましたよ、そんなもの。そうなんですか。もう、その辺、泥だらけで、えらいことになってですね。まあ、そういう小さなトラブルが相次ぎまして、ちょっと、その上ですね、潮の岬っていうか、串本回ったあたりまでは海上だったんですけど、そこから完全な逆風に入ってですね、ねっちもさっちも先進めなくなったんです。おいで、今ようやくね、伊勢の沖ぐらいまでやってきてます。三重県沖ですね。はい。いやー、まあ、時間かかるわ。皆さーん。皆さんに待っててくださいね。待ってます。辛坊さん、天気予報をそちらお伝えしましょうか。これからの予報。あ、お願いします。はい、これからですね、はいはい、明日、明後日にかけて日本海に2つの低気圧進んでくるんですね。でそれに向かって流れ込む風が強まりまして、はいはい、風向きは今夜から徐々に南からの風に変わると。で明日の午後3時に真南の風になる予報が出ています。明日の午後3時に真南ですか。はい、でね、風の強さが少し強まりまして平均20ノットから30ノットぐらいになるそうで、波の高さは明日いっぱいまでは3メートル前後、周期は10秒前後ということです。いや、それ多分ね、日本近海の話でね、太平洋に出るとさらにそれにプラス2メーターぐらいですね。はい、大丈夫ですか。ここでもね、伊勢の沖でもすごいですよ。結構今日天気がいいっつうたって、うん、時々来るうねりなんか3メーター超えてますからね、軽く。辛坊さん、とにかく偉いことです。食欲なんかはあるんですか、食欲。金曜日に出港してから、はい、カロリーメイトの固形のやつとジェリーのやつと野菜ジュース以外一切口にしてません。それは食べられないってことですか。そういうことですね。あら、まあ。ようやくね、今日ぐらいからなんか食べる気になってきて、うん、今朝は初めてグラノーラ食べたかな、朝食に。それまでは全部カロリーメイトでしのいできました。あら、まあ。カロリーメイトなければもうとっくに死んでます。カロリーメイト頼りになって。カロリーメイトあってよかった。はい、ありがとうございます。ちょっと食べられるときはね、しっかり食べて、無事帰ってきてくださいね。うん、多分ね、最初の1週間が、日本近海が山なんでね、うん、日本近海さえ無事抜けたら、あとはそんなひどいことにはならない予定なんですけどね。うん、日本近海がとにかく鬼門なんですよ。あれなんです。
はい、荒れる荒れる負けないで笑い事じゃねえしそうですね、はい、応援してますので、はい、はい、ありがとうございます頑張ってください、はい、ありがとうございました、はい、どうもいやとりあえずちょっとほっとしましたね、うん、でもねあのカロリーメイトで命をつないでるっていう、うんうんうん、いやーやっぱりちょっと生半可な気持ちでね出かけられないということ改めて分かりましたけれども、うんはい、この辛坊さんのヨットの位置情報でどんなルートで太平洋を横断しているのかインターネットでチェックできますので詳しいことはズームそこまで言うかのツイッターご覧になってください。明日のこの時間も生存確認テレフォン5時の辛坊ですお送りいたします。立川志らくさんとお送りしているズームそこまで言うか、この時間は明日から東京ドームで行われます巨人対中日戦3連戦の行方につきまして、うん、巨人そして中日でもご活躍された日本放送ショーアップナイターの解説でもおなじみ河合雅弘さんに伺っていきます。お電話つながっています。呼びかけてください。河合さんどうも。はい、河合です。立川志らくです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、いや今まだ始まったばっかりですけどタイガースがもう絶好調で、はい、河合さんがなんか臨時コーチやってどうですか、これ本物ですか今年のタイガースは。いやなかなか戦力も整ってますし、うん、外国人選手もキャンプの初日からまあ、最初の頃からいましたし、うん、まあ、新人の佐藤輝明もね、騒がれてますけど、まあ、打率はまだ残せてませんけど、うん、非常に期待ができる選手ですから、まあ、なかなかいいんじゃないかなと思いますね、阪神。ピッチャーもいいし、またよく打ってますもんね。そうですね。はい。私は長年、もう48年来のドラゴンズファンなんですけども。そうですか。そうなんですよ。ドラゴンズ、なんか強いんだか弱いんだか、今とこ5勝6敗。はい。どうですかね、ドラゴンズ、まずホームラン出ないっていうのはたった2本でしょ。そうですね。これ心配ですね。まあ、そうですね。まあやっぱり、名古屋ドームは、まあ今、バンテリンドームですけど、やっぱホームラン一番出にくい球場ですし、うん、まあそういう点では、まあバッティングの方はなかなかその、ホームラン打ったりするのは簡単ではないと思うんですね。ただ防御率は今、セリーグ今のところ多分、トップですね。阪神と並んでトップ ですからね。だって広島がでも15本で、ドラゴンズ2本ってすごいですね。そうですね。まあちょっとそれは寂しいですけどね。で、まあビシエドもちょっと今、故障でいませんし、踏ん張りどころではあると思うんですけど、うん、私は与田監督とは、シーズン始まる前に1時間半ぐらい対談させてもらったんですけども、あ、そうですか。とにかく今年去年盗塁が少なかったんですよ、はい、足で全然稼ぐことができなかったんで今年今ね、うん、9なんですね。で、そうですね、読売ジャイアンツが11だから結構いいところ、うん、足ではまあ稼いではいるんですね、うん、そうですね。だから、まあその機動力とあとはまあ投手力も非常にいいので、まあ投手中心にしっかり守って、あとまあ機動力を絡めた攻撃がね、うまくできればもう少し点が取れるんじゃないかなとは思うんですけどね。ドラゴンズのことばっかりで申し訳ないんですけど、はい、ネオはどうですか。ネオはまあなかなかね打つ方で苦労してますけど、まあこれはやっぱり一軍の舞台で出て、まあ試合をやってですね、その中で対応できるようにならなきゃいけないので、経験も必要だと思いますので、うん、まあやっぱり少しはやっぱ我慢して使うだけ使って、はいはい、その中でこう技術を磨いていった方がいいんじゃないかなと思いますね。与田監督も短期なのかたまにちょっと調子悪いとさっとこう下げちゃうことあるんですよね。まあそうですね。それでもまあ先発で使ってる方だと思いますし、うん、まあ、なかなかその2打席3打席で結果残すの簡単ではないですけど、まあ今たくさん打席、まあ、立って経験して、でまあ1本2本なんとか打てるようにね、あとはまあ守備の方で貢献、したらいいんじゃないかなとは思うんですけどね、うん、で肝心の読売ジャイアンツなんですけども、はい、もたもたしてますね、そうですね、うん、まあ戦力がまあ最初整ってるなと思って、うん、まあ僕も当然優勝候補には挙げたんですけど、はい、まあ、とにかくまあ、コロナもありましたけど、それ以上にクリーンアップ3人があまりにもちょっと調子が悪くて、うん、そうですね、はい、うん、流れが悪いですね、今。で打率もセ・リーグでは
今平均打率一番低いですね、2割1分8。そうなんですよ。そうですよね。ですから相当原監督は、うん、あの特にまあ打てない時っていうのは、まあ、原監督すごい、うん、まあカリカリイライラしてると思うんで明日からもあれ、まあ、大野とかも選抜しますし、ええ、簡単に打たせてくれないからあれじゃないですか。うん、それは大野はここで勝たないとね、もしかしたらもう悪い時の、はい、あの癖が出て、今シーズンあんまりいい感じにならなくなっちゃうと嫌だから、うん、もう明日は絶対勝ちに行くはずなんですよね。そうですね、うん、まあ、飛ばしていくと思いますし、うん、まあ、中日としてはやっぱり初戦の大野で、そうですね、なんかこう、まあ、接戦でもいいので、ものにやっぱりしたいところじゃないかなと思いますね。河合さんはドラゴンズで強い頃のドラゴンズのコーチやってて、それからもともとは、まあ、はい、読売のね、はい、スター選手ですから、それでタイガース応援してると、はい、ぶっちゃけどこのチームが一番こう見ていて勝ってほしいみたいな、明日のドラゴンズ戦なんかどうなんですか気持ち的には。いや僕はですね、僕はまあその巨人と中日でお世話になりましたし、まあ今年はその阪神で臨時コーチやらせてもらって、はい、まあ僕としてはそのチームを応援するというよりも、携わったまあその指導した選手とか、うん、はい、そういう選手のことがとにかく気になりますね。ああ、じゃあ今のところ、そういう選手は応援してます。じゃあタイガースは今のところいいですもんね。はい。すごくね。まあ気にしてやっぱり見ますね。やっぱりもう教えただけに。うん、世間だと可愛い効果みたいな感じでね、うん、言われてますからね。いやそんなことはまあ本当にちょっと可愛い効果が出てるぐらいじゃないですか。可愛い効果。ズバリ、中日、読売、はい、何勝何敗ぐらいでいくと思いますか。そうですね。今、どっちもどっち、6勝6敗と5勝6敗。はい、だから、僕はやっぱり接戦になると思うので、うん、やっぱこうなると本当にピッチャーがしっかりしてる方が、うん、やっぱり有利だと思うんですね。うん、まあ、特に今年は9回で打ち切りですから。そうですね。はい、そう考えると、やっぱこう、早め勝負をして、うん、少ない点数でやっぱ勝てるチームっていうのが上位に行く可能性高いと思いますので、うん、まあ中日は巨人よりも全然防御率も今のところ ね、まあ、全然ってことはないですけど、うん、いいですし、はい、そういう点ではもう接戦でとにかくものにするっていうことで、うん、ね、中日もちょっと頑張ってほしいなと思いますね。まだ本当に始まったばかりだけど、結構明日の試合って何かを占うような気がしますね。ここで大事だと思いますね。ここで3連勝した方は、なんか上位の方にグラッと食い込んで、もし3連敗しちゃった方がこう下位に行っちゃうみたいなね、うん、なんかそんな、天下分け目の戦いみたいな気がするんですよ。私ものすごくなる可能性あると思いますね。でジャイアンツの方も先発がサンチェスだと思いますので、前回甲子園でちょっとこう雨の中、はい、集中力切らして、うん、あまりいいピッチングできなかったので、そうですね、まあそういう点ではまあ東京ドームで条件がいいですからね、うん、頑張ると思うので、まあいい投手戦になるんじゃないかなと思いますね。投手戦ですね、やっぱり、はい、両方とも今のところ打ててないから。そうなんですよね。そうですね、はい、これでなんとか、阪神独走、タイガース独走させずに、ね、ここで食らいつかないと、やっぱりセリーグ面白くないですもんね。面白くなくなるので、うん、まあちょっとDeNA がね、うん、ちょっとかなりやっぱりこう今状況があんまり良くないので、うん、そうですね、うん、1チームだけほんで、まあちょっと飛び抜けて、こう、勝敗が悪いですからね。うん、そうですね。まあ DeNA もやっぱり今、やっぱ踏ん張りどころだと思いますね。カープもね、結構いいですもんね、今年は。まあ、そうですね、カープは特に新人のピッチャーが、後半、中継ぎから後半、非常に安定してますので、でまあ、先発ピッチャーも含めて、非常に今、カープ、調子がいいですね。ええ、まあ、じゃあ、明日本当に楽しみにします。これ、ものすごい乱打戦になったら、それすると面白いですけど。さあ、そんな河合さんなんですけれども、日本放送、ショーアップネタ、今週の木曜日に、この巨人対中日戦の解説をしてくださいます。で、そうですね、来週の金曜日なんですが、春風亭一之輔、はい、あなたとハッピーにもご出演されますよね。よろしくお願いいたします。はい、私も担当させていただいているんですが、一之輔さんが子供の、はい、
の頃にもう子供部屋に河合選手のポスターを貼ってるほど憧れの人だったということですので、相当マニアックですね。そうです、ぜひよろしくお願いいたします。はい、こちらこそ。はい、今日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。失礼します。はい、失礼します。エンディングリクエスト、お送りしているのは私、立川志らくが選曲しました八代亜紀、女港町。辛坊さんが、はい、港からこうね、出発をしましたから、はい、この歌を聴いてちょっと元気になっていただいて、演歌とロックの融合ですから、かっこいいです、八代亜紀の、この曲ね、たまらないです。はい、はい、じゃあ辛坊さんに送るということでね、はい、さあお聞きの日本放送、この後はショーアップナイタープレイボールです。で、明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップ、コメンテーターは経済アナリストのジョセフ・クラフトさん、6時半ごろからの登場になります。日米首脳会談のポイントについて解説します。で、午後3時半からのズームそこまで言うか、明日の助っ人パーソナリティは元フジテレビのアナウンサーの笠井慎介さんです。ゲストが映画監督の橋本一さん、コロナ禍のエンタメ界について伺います。で、志らくさんが4月24日、はいはい、来週の土曜日午前11時からゴッドアフターのアッコのいい加減に旋回にスペシャルゲストとして出ています。そうなんですよ、旋回記念でもって、ね、和田アッコさんにはずいぶんお世話になってますんで、また私としては男子がすごいお世話したんで、そんなつながりもあるんでね、アッコさんといろいろお話しさせていただくのはものすごい楽しみにしてますけどね。楽しみにしています、はいはいはい、では志らくさん、来週もよろしくお願いいたします。はい、ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は立川志らくと松山さやかでした。それでは、明日も聞いてください。